の、ラッフィーです。はい、今回の企画は友達に自分の黒歴史を聞いてみたで、皆さん、実はこれも後撮りになってます。あのピントがずれてしまってるので、あのやった後になってます。今はね、今もう電話かけて黒歴史聞いた後になってます、うん。あの黒歴史の方は本当に面白い黒歴史だった、うん、違う違う、で結構汗使えるかどうかなっていう、まあ、でもとにかく面白いんで見てください、うん、はい、動画 VTR スタート。ラッフィー、自分の仲いい友達に電話をかけて、カノの面白かった話、レイラの面白かった話、黒歴史などを突然聞いてみたら、無理無理、絶対やばいもんレイラ。何を話してくれるかっていうのを NG なしで聞いていきたいと思います。やばい、いいいいいい。それじゃあ電話かける人決めましょう。どうしよう。じゃあ1人目、うん、女の子、うん、中学の時から知り合いで、中2の時同じクラスで。もしもーし。今何してる？今はテレビ。あのさ、ちょっとご協力してほしいんですけど。はい。レイラの黒歴史なんかありますか？レイラは変わってるじゃん。マジで変わってる。おかしい、頭が。私、中学2年生の頃に同じクラスだったんだけど、ずっと踊ってるんですよ。今でもそうですよ。今も踊ってますよ。変わらないじゃん。変わらない。いいことで。何を踊るの？何を踊るの？BTS の曲をずっと教壇の上で踊ってたんですよ。教壇の上？恥ずかしい。行かれてました。おい。教壇の上で BTS を踊ってたんですか？怒られんじゃん、絶対。なんかしかもかなり目立つじゃん、ね、それが快感だったんだよ。えぐいね。あ、でもちっちゃい時から結構目立ちたがり屋だったんだね。それはそうかも。あと、レイラ自作の曲が何曲かあるんでしょ。待って、自作の曲ね、待って、で思い出した。忘れかけてた。そんなことあったね。歌って。雪が積もった日にはI miss you、消えてしまいそうな心、温かいよ。すごいじゃん。ここまでしか覚えてない。これだよね。そう。なるほど。これを、私もしかしてみんなに聞いて聞いてって聞かせてた？マスコにしか言ってなかった？割とね、何人か知ってる。すごいやつじゃん。すごい。なんか、学校のどこと勘違いしてるんだかって感じですね。ありがとうございます。ありがとうございました。全然。使っていい？これ。もちろんもちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、バイバーイ。いい子すぎる。いい子すぎる。バスコありがとう。じゃあ私も電話かけますわ。はい。中学校からずっと一緒でお家も近いお友達に、いいやん。電話かけてみます。もしもし。もしもし。違う。もしかして今スーパーにいる？今マジ彼氏？彼氏は瞳瞳。じゃあ二人で教えてんかのに。と、もしもし、こんにちは。何にする？するされた。あの相方のレイラです。ぜひカノのなんかとぼけた変なお話を聞きたいなと思って、なんかありますか？何何何何何？マンションの下の。いつ何歳何歳？小さい時。小学校低学年。我慢できなくて、エレベーターの前でうんち漏らした。嘘でしょ？ガチでうんちした。洋服汚したくなかったからパンツ汚した。パンツ脱いで。やばい、なかなかおもろい、なかなかおもろいよ。ぐらいかな。そっか。おもろすぎ。結構やばいね、黒歴史すぎる。スンドゥブ最中ごめんね。あ、全然いいよ、食べ終わってたから。本当？ありがとうございます。もう大丈夫。でもこれYouTube に流されちゃうけどいいの？いいよ。いいの？逆に全然大丈夫。あ、本当？全然いいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。だいぶ黒歴史言われたんだけど、レイラもだいぶ黒歴史。エレベーターの前でうんちしたことなんてやばいだろ、どう考えても。電話するよ。うん。もしもーし。もしもし、ちょっと待って。
はい。この子は高校1年生から知り合って、同じ高校で1年しか学校、あ、クラス一緒じゃなかったけど、深い話もいっぱいした。レイラのことについて何でも知ってる人。やばい。なんかレイラのありますか、面白い話。なんかやばいで、ね、カノはやばい、マジレイラいろんなの知ってる、やばい。あ、そうなんだ。難しい。なんか高一の時に二個上に推しの先輩がいて、レイラの。誰誰誰？え、ワンちゃん、ワンちゃん？ワンちゃんで？が好きすぎて、なんか休み時間かなんかにその三年生の会に上がって、勝手になんかのロッカー開けて。やばいやばいやつやん、この人。いやいや、使わない使わない、痛いの、これはいい、これ大丈夫、使わない。なんかラスト、ね、これは私的には一番レイラやばいなと思った。なに、これ以上やばいの、やばいよ。レイラが高一の時に入るから出てきたのがポちゃんラインに送っていい写真。いいよ。なに、なにそれ、なんか仮想彼氏元々仮想彼氏？自分のなんか想像の中、妄想の中の元カレみたいな。はるき家だって。元気ですか？あの日以来全然話せていないけど、ちゃんと食べてる？家の中の片付けとかできてる？もう彼女じゃない私が心配なくしなくていいの、いいのに？ごめんね。ふと思うんだよね。あの時なんで春樹は私を選んだの？私は何もできないのに、それでもたくさん守ってくれた。しかも、4歳年下だよ、私。周りのことなんて気にしないでずっと守ってくれた。なかなか言えなくてごめん。ありがとう。これは私のためとか言ってたけど、春樹がそばにいない。生活は寂しいよ。正直今すぐにでも会いたいけど、それがダメだとしても私はずっと待っているからね。春樹が私の全部の初めてで本当に良かった。きっと今も同じ気持ちだよね。今もずっとあなたに恋しています。待って待って待って。これ仮想の人に向けて言ってんの？え、えぐくない？なんか、やばすぎなんだけど。やばすぎ。マジか？めっちゃ面白いじゃん。やばい。自分結構やばいやつだ。え、結構やばい。本物の、本物のやばいやつ。え、面白すぎる。やばい。みんな嫌いになりそう。え、こんな人なかなか学校にいないよね。待って、本当に、いや、ありがとう、面白い。面白い、おもろい。マジで面白い。おもろすぎ、自分。いや、本当、マジでおもろい。続けて。これで、え、ありがとう。ごめんね。マジでありがとう。じゃあね。バイバイ。はい。めっちゃ面白いじゃん。やばい。やばい。やばい、しかも誰かに見せるとかじゃなくて、自分で、ただやってただけでしょ、暇で。じゃあ、この時多分まだ付き合ったことなかったのかな？かわいい。カルカノに憧れてた。やばすぎ、やばすぎ。ゆうべちゃん、かけてみようか。うん、お、出た。もしもし。もしもし。ゆうかちゃん。どうした？記憶に残ってるのが、うん、なんか旅行行くときに、うん、電車の中で、うん、あの外国人踊ってたじゃん。小中学生ぐらいの時で、そうで、電車の中で、なんか黒人の外国人が踊って、なんかいたのね。で、なんかあの人がイヤホンつけて踊ってたんです、なんか。カナがそれに向けて BGM でこんにゃく畑で合わせてカナが歌ってたんです。多分、その現場にいないと面白さ伝わらないんだけど。あ、でもだいぶ変な人だよね。だって、全然知らない人に BGM つけちゃうぐらいだから。やば。まあそういうことは常にしてた。やばろ。え、あとなんかある？なんかさ、その場にいないとわからない。わからない、面白さっていうのが多いかもしれないね。困ってるから。困ってるよ、だって。押し付けないで、もうあなたこんにゃくでいいですもん。あ、本当ですか？わかりました。これ、かの YouTube に載っけちゃうんだけど、大丈夫？私は大丈夫よ。ありがとう。なんか急遽かけちゃってごめんね、急に聞いて。じゃあ、このこんにゃく畑の話、使わせていただきますので。こんにゃく畑。ありがとう。バイバイ。バイバイ。いきます。もしもし。この子の説明は、高2の時から同じクラスで、うんうん、ガチで卒業してから一番連絡取ってる。ベストフレンドでございます。何でも知ってるからこそ怖ーい。てか、まず黒歴史がそんなあるのがすごくない？普通そんなにないよ。高2ぐらいの時から、
どういう人タイプみたいな話の時に、レイラの脇毛フェチ。いやだけどこれみんな言うじゃん。レイラの脇毛フェチは本当にやばい。それ今も言ってるやん。じゃあこれ。このえマジでそれやばい。本当に無理。引かれた。引かれるよ。本当に引くよ。脇毛フェチはガチでびっくりしたからもう。そんな人いるよって思ったもん。だって無理。え十分面白いです。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ごめんね、わざわざ。はーい、じゃあね。ありがとうございます。はーい。私の携帯でかけます。あの、カノの携帯充電がないから。すいません。もしもし？もしもーし。もしもし？ごめん。カノの携帯今さ、充電なくてちょっとかけれないから、ちょっと、レイラの携帯でかけるね。わかった。あのさ、このフラッフィーの企画なんだけど、あの皆さん、あのいつものたくまさんね。でさ、その場にいないと面白くない話多いよね。トレダが今求めてるから最高に面白い話で。エアポッツの話しか思いつかないよね。ちょっと待って待って待って。もしかして黒歴史ない？あんまりおかしなことしてない、してない。優秀だった。うん。そうね。思ったってわけですよ。そしたら彼女ちゃんといきなりスカラと自分から自らパシャってやって、パンツが丸見えになったところを、お尻でかい先生に見られてしまったの？カノのパンツ見られてしまったの？カノのパンツ結構黒歴史。黒歴史。何色入ってたの？紫です。一番臭そう、一番臭そう。紫は一番臭そう。臭そうって何？この話大丈夫そう？大丈夫大丈夫、使える。やっと。こちら何でも OK だから。じゃあまた。カリコー、カリコお疲れ様。バイバイ。ありがとうございます。ありがとう、たくまー。いつもありがとう。フラッフィー。やばいやつやん。やばい、レイラ、これ全部バレたくない。一番びっくりしたのは、ロッカーの服の匂い嗅いでんのがマジでやばい。そんなことしたことない。でも、レイラからしてそう、今想像ついてるもん。あのレイラの昔の制服の写真の顔が。無理どうすどうすどうす。やばい、使ってほしくない。全部使わせていただきます。あ、暴露されたということでね、もうフラッフィーは隠すことはないということで、やばいやばい、よろしくお願いします。私たちこんな感じですけれども、はい、バイ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 。